あれ、社長さんは、ちゃっかり、なりくんのベッド使っちゃってますね。犬の秘密基地なの、始まるよ。トイプードルのコロンちゃんと、チワワのフーロンさん。どうも、犬の秘密基地です。では、ポメラニアのポメちゃんにおやつをあげてみます。ラテちゃんが来てますけど、ラテちゃんちょっと置いてください。コロンちゃんにはボールをあげます。フーさんとリンくんが狙っていますね。柴犬の社長くんとナルくんは柴犬同士だけど、ちょっと距離感がある感じです。というよりか、ナルくんだいぶうとうとしていますかね。社長さんも自分のバッグの中に入って寝る準備ですかね。でまだパッチリと起きている社長くん。ハイプくんは朝から飛ばしていたのでだいぶお眠なご様子です。お隣の陽気リンくんともお隣さん同士挨拶しています。なるくんはすっかりお昼寝に入っています。ぐっすりですね。ちょっとしたらなるくんも起きてしまいましたね。外が気になるのでしょうか。あれ、社長さんはちゃっかりなるくんのベッド使っちゃってますね。そしてふうさんは横倒しになったラテバッグで寝ているようです。ぼめちゃんものんびりうとうと夢見心地のようです。そして社長さんは新しい寝床を見つけたようですね。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私フーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。